サイト内検索の回数であったり、検索のクエリに関しての内容は、イベント計測で取ることができます。例えば、サイト内検索を行ったときは、パラメータでキーワードイコールであったり、Q イコールであったり、ワードイコールみたいな形でできるけども、メーターがついたときは、ビューサーチリザルトというイベントで計測するという GA4 のデフォルトの機能が存在します。で、その設定を GA4 の管理画面上からオンにしていただくということだけで、それらのクエリの検索回数とクエリの内容自体はイベントとして計測は可能です。ただ、検索数以外の検索の回数の割合であったりとか、再検索数であったり、検索後の時間とか、平均検索した後、どのくらいサイト内のページを見たかというような、ユニバーサルアナリティクスで見てた指標を GA4 の指標としては用意されていない。なので、見たい場合は、カスタム指標等でサイト上で実装していただくであったり、ビッグクエリ上で計算していただく処理が必要と思います。例えば標準レポートであれば、レポートライフサイクルエンゲージメントイベントの中でビューサーチリザルトというイベントがあるので、そこをクリックすると各クエリを見ることができると思います。探索レポートに関しても、そのディメンションで検索キーワードで指標でそのイベント数のカウントで選ぶことで、それらの集計したデータを見ることができると思います。標準のイベント以外のところだと、奇数は検索クエリのパラメータ、クエリの内容になると思うんですが、そこの種類数がやはり500とを超えてしまうと、大奇数ディメンションという形で、わざわざとまとめられてしまったりみたいなところはあるので、よく検索されそうなウェブサイトに関しては、そのままクエリのままデータをそれで検索、表示されるのか、集計させるのかというところは、別途検討が必要と思いますし、まあ、期間を長くすれば長くするほど、そのクエリパラメータの種類数が増えるかなと思うので、わざわざになりやすくなってしまう注意点はあります。SPA とか細かなところは注意事項として記載があるので、こちらはアーカイブ等でご確認いただければなと思います。はい。